はい、ゲームコレクターの酒缶です。チャンネル登録よろしくお願いします。今回もゲームコレクターインプレッション、ゲーマーさんの方で連載しているゲームコレクターインプレッションで、ね、10時間プレイをするねゲームの方挑戦を進めています。今回はサバイビング・ジ・アフターマス滅亡惑星、こちらの挑戦をしています。で、今回は、10回目ですね。もう少しですね。はい、プレイを早速始めようと思います。というか唐突に消えちゃったんで、あれ前回どっからだっけちょっとね、時間がすぐ後ってことはないんでね、毎回プレイがね、ちょっと今回はちょっと時間が空いてるので、まず記憶をたどるところからね始めないといけないんですけど、あれどこだっけな、この矢印のやつが今命令できるやつってことか。あれ違う、全部もう作業はしたのか。ちょっと待って、ここになんかあるってこと。あ、でもクエスチョン、このクエスチョン何なんだろう。これは誰かに来させることはできるのかな。まあいいや、ちょっと一回戻ろう。戻ります。で、そうだ、消えた車を探さなきゃいけないんだよな。汚物。トイレか。まだ、あれこれなんかやばいんじゃない。これなんだ、いつの間に、じゃね、汚染だな、ね、アップグレードはいいんだけど、汚染、これアップグレードしたら大丈夫なのかな、治んのかな。アップグレードしたら大丈夫なのかな、わかんないや。で、どうしようかな。何がなんだ。衣服不足。いや、それ多分テックツリー的に無理なんじゃないかな。服はまだ、今 SP がないんだよな。何にしても SP がないんだろう。で、学校はまだできてないのね。プラスチックで、畑が、栄養不足。栄養不足、何で賄えばいいんだこれ。じゃあもう一個畑作っちゃう。
畑、お、ここは建設可能。よし。あれ、こいつの範囲が狭いのかな？このエリアがもう少しなんか広いと何でもやってもらえるのか。フォーズ、こいつ移動作業エリアをこの辺まで、この辺にすると、この辺にするとトイレとか全部賄えるのかな。こうしよう。で、あ、あれ？なんかびっくりマークついてる。よし。あれ？違う、違う、違う、そうじゃない。こっち、こっち。あれ、びっくりマークついてなかったっけ？あ、一個あった。あれどこにいるんだ？これで見るか。 こい、あれ？びっくりマークなかった。こいつだよね。 OK で、75。ってことはちょっとこっちを覗いてもらおうか。で、あ、こいつ何してんの、これ。こいつ何してんだ。あれ？ あれ、マジでそこだったの？あれ？あと誰かいないっけ？あ、こいつ移動、こいつは何してたの？こいつは、ここ行けないのかな？これこれこれ。よし。これはこれで OK で、体力的な問題は特になさそうだよね、みんな。さて、修理してくれてんのか、これ。これ勝手に修理してるからいいんだよね。これ、お、自分でやんなくて。畑できたか。畑できたってことは、畑に何を作るか。当然、トウモロコシでしょう。あれ？あ、なんか増えてる。なんだこれ。小麦、あ、これ作ろうかな。あー、製粉所か。製粉所は、さすがにまだ作れねえから、じゃあみんなでトウモロコシ。ん？汚染？まあ、いや、トウモロコシ。とりあえずトウモロコシ。とりあえずトウモロコシ。様子のおかしい入植者？なんだこれ。あ、違う違う違う。え、これ、こっちか。はい。おかしいのはなん、あ、
あそこに見えてるやつか。で、なんだ？あれ違う、あれちょっと待って、そっちこっちだろ、これこれ、あれこれで、入職者の一人が、最近様子がおかしい、簡単な作業もままならず歩くだけでふらついているのだ、問い詰めると彼女は大丈夫というが、どうやら数日前に泉を見つけてその水を飲んだらしい。医者に見てもらう、水を調べる、いや両方だろう両方だろこれ、両方だろう。まあ医者に見てもらわなきゃね。自分には何の問題もないと抗議する感じだったが、医師が見ると重症であることがすぐに分かった。飲んでいた泉は汚染されており、重度の放射性障害の、症状が出ているのだ。うん、いやいいんだけど、どっちも解決してるんだ。あ、なんだ、いっぱいあるじゃん。あれこれ、いっぱいあるじゃん、ワールドマップやることが。誰だ、まずこの人、これが終わって、で彼女の体力は70か、まだ70なら大丈夫。この人何をしに行けばいいんだ。ん？あれ、この人どっちから来たんだ、これこっちに行くのかな。あれ違うな、こっちじゃないな、ここがスタート地点で、こっちに行ってこっちに来たから、こっちに行くだろう、普通。ちょっと。ふぅ。で、あと誰だ？あ、いっぱいいるな。じゃあ、この人。ん？あ、この人何しようとしてた？あ、ここか。電気店。OK。で、次が。原子力発電所の収集完了決定。はい。これで、体力は50か。ちょっと隣見といてよ、これ見てから帰ろうよ、隣も見たいな。で、次、あれこれか、どうかしたアパート、はい、で、あ、これ車を取ろうかどうかってところだけど、ちょっとその前にどうすんならこっち見といて、あれちょっと待って、これかな。で、これか。次、まだいたよな。びっくりマーク。あれ？これか。はい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 。で、体力はまだある。で、これで一通りやったかな。さて、じゃあ次は何かあるかな、足りないものとかあるかな。水か水かな。あ、なんか片付けてないところがあるらしい。なんだ、この辺マークしてるからこっち側かな。
このトイレとか怪しいよね。これトイレだよね。あれ。あれ。これトイレじゃなかったっけ。まだ大丈夫か。あと建て替えてないテントは、全部建て替えたか。これ建て替えたやつか。これ医療テントか。おっとっと、医療テントか。これなんだっけ。これなんだっけ。ああ、それか。これなんだっけ。ああ、そっかそっか、これか。これがあれか。おお。何が、あれ、これが、これ怪しいな。あ、これ増築、これが増築テントか。で、これが増設仮設か。ってことは、この2パターン以外のやつか。これなんだ？これちょっと、かわいそうだな。じゃあ、増築してやろう。で、ワールドマップ。なんだっけこれ。え、あれ、ちょっと待って、こいつどこだ。あれ、あ、このこいつは、早く行ってくださいよ。ここに、あれ違う、そこじゃねえ。そこじゃねえ。間違えたけど、まあいいや。まだ、ああ、これかな。おお、開いた。ということで、じゃあ、こっちの方に行ってみようかな。一日で行けんのかな。行けた。で、次が、なんか他にもまだ、いた。オッケー。もうついでだからこっちも、どれだっけ、あとこれか。おお、開いた。じゃあついでにこっちも。ということで、あ、なんか仕事、こいつが動けるっぽい。あれ？違うのか。こいつ動けない？ちょっと待って。あいつらどこだ？あいつ左上の方に行ってた気がするんだけど、あ、こいつさ、入らないのか？ちょっと待って。これを、よし。で、あとどこだ。あいつどこ行ったっけ。まあ正直言うと全然ルール把握してるかどうか怪しいんだけども、ただこうマップを開くことに関してはガンガンやりたい気になってるっていう、あ、コレクターの差がってやつですかね。あれ、あとドイツだ。あ、こいつか。こいつは、あれ、こいつなんか調べ物してたんじゃなかったっけ。え、違うの、何も調べてないの。え、そう、
こいつら、このクエスチョンって何なの、一体。もしかしてこいつじゃダメなの？っていうか、このクエスチョンどうにかならないのかな。Roger. 入らねえんだよな。Your command. なんなんだろう。入らない理由がよくわかんないな。90体力あるから、いや、こっち側に。なんかあったろう。これ体力的にバランス悪いか。未探索地域、これ書いて、このところにテキスト書いてあったのか。こいつはあそこ見てるから、むしろこの辺まで来て、My pleasure. まあいいや、ここでいいや、向かわせるんだったら。スペシャリストが負傷、タスクスペシャリストを回復する、どれだ？いや、体力減ってるやつは何人かいるんだけど、誰のこと言ってんだ？こいつかな。まあ確かに減ってるけど、まあ違うか。まあいや、一回戻ろう。さて、何回やることあるかな。これなんだ。増築って、これが増築テントか。じゃあこれも増築テント。そっかそっか、増築テント、増築テント。これは、これも増築テントか。あれって、これも増築テント。増築テントっていろんな形があるの。ほう。何か現れた？あ、なんかいる。あれ。前にいたコロニーでは命令に従わない者は追放された。でも家畜みたいな生き方をするくらいなら死んだ方がマシだ。どっちにしろみんな最後には土に帰るんだしな。住居を求めている。老人4人、子供6人、大人0。随分偏ってるな。偏ってるな。まあ、いいっすよ。全然どうぞどうぞ。あれ、どうぞどうぞ。ということで、まあ、建物は全然余裕あるはずなんだよな。あとは、ちょっとヘボいテントがあったら直してあげたい。これなんだっけ？これが増築住居。で、これも増築か、じゃあ。いや、これは、あ、違うな。テントは全部増築に変わったか。よし。ちょっと釣り一人増やしてみようか。OKOK。誰や、放射線って言ってるのは誰ですか？と、幸福度下がってるな。福祉は十分だな。
快適さと娯楽ゼロ、いやマイナス16、需要16、マイナス16、なんだこれ。釣りは娯楽なのかな待て、そうじゃない。でも建物はなんかあるのかな今。あ、調理場できてんじゃん、いつの間に。いや、調理場はいいことですよ。これはでもちょっと密集しすぎてるな。どこが建てれる。あ、なんかここに細かく建てれるところが。あれ、よし、じゃあ、はい、作ってください。あれ、そう、何か足りないんだよな、いつも。あれ、この一番右側の素材なんだ、これ。これ前にも出たな、この右側の素材なんだ、これ。ゼロだな、確かに。これの素材を作る方法。あ、ちょっと待って、ワールドマップ行こう。毛が抜けていく、嫌だ。確かに嫌です。で、で、君の体力はまだ30、50、Sure thing。あ、ここはもう終わってんのか。あれ、今どこだ。全然位置関係が分かってない。あ、こいつ戦わせんじゃん。あれ、行け。あー、始まりました、始まりました。あ、やっぱりカメラがまた熱暴走してるで、こいつの体力は十分あるよね。まだあるんだったら、ちょっとこっちに。あれ、ここ入れない。よし、こうで、あとは、あ、ここ終わってんじゃん。All done。 うわ、真っ赤じゃん。こいつ強そうだな。全然ダメ、全然ダメ。どうしようかな。この車持って一回帰ってきてもらおうか。あれ、降りるのか。あ、降りるっていうのはあれかな、一回ここで。あれ、よくわかんないな。まあいいや。まあいいや、とりあえず。でもこれ車って一回持ってこれないのかな、よくわかんないんだよな車の扱いがよくわかってないんだよな。お、何させる、戦う。ここも、あー、同じぐらいだね。でも真っ赤だな、ここ。なんだろう、汚染がひどいのかな。お、ここに、ここ、ここ。Of course。
お？ダメなのか、言ってくれないのか。お？ Your orders? ここがよくわかんないんだよな。なんかよくわかんないけど、あ、なんか行動できるやつが、あ、間違えた、間違えた、間違えました。あれ、あ、違う、そこで見た方がいいや。お？何やってんのこれ。あれ、びっくりマーク出てなかった。あ、その隣か。お、開いた開いた。まだ大丈夫。じゃあちょっと、okay. ついてた、こっちも。で、次。All cleaned up. で、Going. ついでに隣も見ると。ん？こいつはなんだ？あれ？どこにいんの？サトシさん。サトシさんどこ？あれ？サトシさんこっち？ああ、サトシさんそこですか。こいつは何しようとしてたんだっけ？全然覚えてねえな。体力は、減って、これ帰ろうとしてたんだっけ？まあいい、一回返そう、こいつは、じゃあ。あれ？返そうって言ったんだけど。What you need? Can do. はい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 。いやー。今日まだ、まだ、プレイ時間的には余裕があるかな。うん。で、なんかよく使うところに、あれの作業場の範囲を持ってったら、汚染もあんま気にしなくて済むようになったな。で、食べ物はいいんだよ。食べ物はどうにか回ってんだけど、なんか作れないものがあるんだよな、今。コロニーの幸福度じゃなくて、研究はいろいろできんのはいいんだけど、これじゃないな。違う、これじゃないな。看護師、医学、最前線、安全な、違う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 。共同飲食まで行ったのか。あ、違う違う、そうです。建物系だよ、建物系。金属収集。これか？もしかして。これが必要なのかな？これ研究、はい、してください。これすぐ終わるだろう。放射線がどこだ。
ああ、娯楽施設を建設するっていうタスクが発生してんのか。娯楽施設ってあんのか、今。ちょっと待って、これか。こいつだ、こいつをやんなきゃいけなかったんだ。こいつ、あれでもこれ作れないんじゃない？このでかい木の、これがあるのか。ちょっと待って、これどこでもいいのかな。汚染してないところがいいよな。この辺がいいのかな。じゃあこの辺で、なんだっけ、これ、状態要望、幸福度、状態要望イベントは入職者の精神状態に影響を与える。幸福な入職者は頼りになる効率的な労働者だが、不満を持った場合は絶望したりコロニーから永久に離れる恐れがある。コロニーの幸福度を上げるには入職者の住居の質を上げたり、可能な限り状態や要望に対応したり、テックツリーにある娯楽施設を建設する必要が出てくる。コロニーが発展して入職者が増えると娯楽を提供することが重要になってくる。はいはい、重要なのは分かります。娯楽重要ですよね娯楽重要なんだけど、娯楽のテックツリーってどこよ。資源じゃないよな。インフラ、インフラじゃないよな。インフラじゃないよな。社会、これか。あ、喧嘩の喜び、違うな。格闘場、これは娯楽か。ちょっとそこに行くにもまだ辛いな。この辺なのかな。そこはちょっと今回のプレイでは行く、はい、これなんだ。まあいいや、ちょっととりあえず何をやるかは別にして、で、これ、あれ、これ建てれないだろう。素材がなくて。あるのか。まあいいや、ちょっとこれは。あ、スピードがいつの間に遅くなってる。スペシャリスト行動予定、よし。はい、どんどん帰って、で、誰、また赤いところか。ちょっとこれは無理だろう、無理だろう。でも50体力あるんだったら、ちょっと一箇所どっか。深いとこ行っちゃったな。なんか怖いな、怖いな。ここはちょっと無理だな。あれ、 2になるのか。ちょっとこっちも行けない。じゃあここ、あ、ここ
こうなら1で入れ、はい、あれ？ん？この下、この下、ここ、よし。あれ？入れない？あれ？こいつだと入れないか。無理か。じゃあ。じゃあ、あれ？なんでこいつ動かないの？あれ？なんで動いてくんないんだろう？ちょっと待って。OK。まあ、いや、これはこんな感じにして、あと誰だ、あ、こいつか、あれ、こいつどこだどこにいるこいつ、え、うん、いや、帰って帰って、あれ、あとこいつか、こいつ車に乗ってたよね、帰ってくる途中だったような気がするんだけど、オッケー、どうしようか、じゃあ一回戻るか、金属収集の研究はまだ終わんないか。これは立てそうだな。よしよし。いつできるか。ん？ネズミが食料を食べている？あ、違う、そっちじゃない、こっちか。お？ネズミが食べてる場合って何すればいいの？研究終わったか、金属の研究終わった。じゃあ次は、次は再生可能素材。なんか今風だよね。で、分別ながらゴミの山をかき分けるのは容易なことではない。大人よ、ちょっと待って、物々効果、あ、これだ、取引所、これがあるとちょっと、無理か。これは今研究負荷、研究よって、研究負荷、何が研究負荷なんだ？なんで研究、ああ、そっか、そういうことか。誰かが何かを発見してくれればいいのか、ちょっと待とう。獣の侵入、突然変異した、巨大な鹿がゲートの近くをうろついている、
体高は2メートル、体長は4メートルを超えており、かなり興奮している様子だった。矢で射止めるのもが最も安全だが、その前に捕獲できれば肉を無駄なく、全て手に入れることができる。罠にかけるか獣を狩るかだけど、罠仕掛けられたっけ、まあ、罠かける、あ、負傷しちゃった、数人の入植者が大きな網と、急ごしらえの武器を持ってゲートの、外に出た。鹿は彼らに突進し、投げられた網をすぐに振り払った。入植者の一人が正面から衝突され、血を流しながら宙に舞って地面に倒れた。別の入植者がどうにかして、網を回収して ついに鹿を倒すことができた。斧により重い一振りで鹿の頭をきれいに切り落とし、全身から肉を取ることができた。よし、じゃあ大丈夫大丈夫、どこか折れたかも。やばいやばい、まあいいや。で、今225だから、あと25あるとテックツリーを変えられるわけですね。ここできてきてる、まだか。お、バリバリできてんじゃん。おっと、あれ、こっちか。うん、できた、完成。木はバンバン作ってもらった方がいいんじゃね。よし、で、学校はまだできないんだよな。この右側のこれなんだ、これ、あ、スペシャリストがなんか行動できるようになったらしいけど、これはまあ帰っておいでってやつだよね。あれ、そこまでなの。あれ、これって何、今返そうとしてたっけ。 Yep. All right. じゃあ帰れはい、で、あれ、これも返そうとしてたっけ。 What's up? All right. じゃあ帰れ。あとはこいつもなんか見つけたっぽい。あれ、戦ってるやついたよね。一つ離れた小屋の収穫、あ、収集完了。はい、じゃあついでにまだこっち見てください。で、あー、ここか。お、結構ダメージ食らってない。あ、でもバランス、あ、だいぶやっつけてんじゃん。まあ、これは倒したらちょっと休んでもらうか。ああ、そうだそうだそうだ。あ、ちょっと待って、なんか誰か移動ができるやつが、あれ、こっちか。あ、こいつだ。君は、ん、ここはいけないの。あ、これ関係ないのか。じゃあちょっと待って。Yes. 体力はまだ有り余ってるし。Moving. とりあえずこっち調べに行こうよ。で、戻って、で、
テックツリー、テックツリー、何やろうとしてたっけ、テックツリー。あ、物々交換、これだ。いやー、今回のプレイでここまでいけないと思ってたけど、あ、でも研究不可だ。研究不可じゃん。え、16時間250でしょ？なんでできないの？解除可能、研究不可。これをなんかこっちやんなきゃダメなのかな？ちょっと、あ、まだこ、そっか、これでやって、こっちに伸びてないのか。どうしてどうしてここ行けないのか、いきなり。こっちは研究でき、これも研究できない。こっちをやんなきゃいけないの？わからん。わからんけど、まあ、しょうがないよね。こっちが分別で、こっちが再生可能素材。高度なスクラップ施設にアップグレード。こっちは高度な、同じじゃん。ちょっと待って。アップグレードなのか。で、集団収集。集団収集とこっちは何？バール？なんか再生可能って言葉嫌だけど、ちょっとこっち行ってみるか。取引所まで行けなさそうだな、このまんまだと。なんか良さそうなんだけどね。あ、なんか10人目いけんじゃん、これ。10人目。金はある。アイビス収集家、バックパックを背負ったスペシャリストがゲートにやってきた。どうも、この辺りに素敵な集落があると小鳥が教えてくれたんですが、ここはそうかな。コロニーはこのスペシャリストを採用することができる。なんか言ってること怪しいんだけどな。まあ、採用してやるか。ということで、この辺りで、真のスペシャリストを達成。ということで、なんかキリがいいから、ちょっとここで一回中断しておこうか。ということでね、ちょっとね、ま、なんだっけ、まあ、とりあえずいい状態になったので、ここで一回中断をして、次回続きをプレイする予定です。ということで、この動画がね、を応援していただける方は、ぜひグッドの登録、グッドの登録ってないや、グッドの評価と、チャンネルの登録よろしくお願いします。以上、サッカンでした。